吉備津の釜。いつの世も占いというものは気になりますが、吉備津神社には釜の湯を沸かしてうなり声があれば吉、なければ凶という釜占いがございます。この占いで京都を出たのに背いて結婚したこの神社の神主の娘がとんでもないことになったという話がございます。結婚の相手はこの地の庄屋の息子、これが結婚しても身持ちが収まらず、友の港の遊女を受け出し、そこに行ったきり帰ってこないありさま。庄屋も怒って息子を座敷牢に入れますが、妻を騙して金を手に入れ、遊女と駆け落ちしてしまったのでございます。まめまめしく夫に仕えていた妻の本性は嫉妬深く、ここまで裏切られては恨みも募り、病の床に伏して容易ならぬありさまとなったのでございます。逃げた息子らはどうなったか、それはそれは恐ろしい運命が待っていたのでございます。他人事ではありません。わずかでも身に覚えのある殿方はくれぐれもお気をつけください。嫉妬深い女というものはとかく家を乱しがちで手に負えないものであるが、反面ではそのために夫の身持ちが制約され、おのずと固くなるので、若いうちはうるさく思っていても、年を取ってから振り返ってみると、それにはまたそれなりにいい点やありがたさがあったのがわかるものであるという言葉がある。ああ、これは一体誰の言った言葉だろうか。嫉妬深い女というものは、嫉妬の害がさほどひどくない場合でも、家業の妨げをなし、器物を壊したり、何かの手違いを起こさせたりして、隣近所からのそしりは免れがたいものであるが、その害の甚大なものに至っては、ついに家を失い、国を滅ぼして、長く天下の物笑いの種となるのである。昔からこの嫉妬の害毒にあたって苦しんだ人はどのくらいあるかわからない。嫉妬深い女の中には、死んだ後におろちとなったり、あるいはものすごい雷を鳴らしたりして男に恨みを晴らすというものもあるが、そういう類は見せしめのためにその身の肉を刻んで塩辛にしても、なお飽き足りないほどである。しかし、実際には、そんな極端な例はごく稀である。夫が自分の身持ちをよく収めて、妻を教え導いたならば、嫉妬の弊害も自然と避けることができるのに、それをほんのちょっとした浮気から、女の嫉妬深い本性を募らせて、自分で自分の身の憂いを招いてしまうのである。昔から、鳥類を制するのは人間の気合一つにある。そして妻を制するのは、その夫の大しくしっかりした気性一つにある、と言われているが、本当にその通りである。吉備の国、茅野氷ニーセの里に伊沢正太夫という人がいた。祖父は播磨の国の赤松氏に仕えていたが、去る柿津元年の乱に赤松氏の城を去ってこの地にやってきて、それから正太夫に至るまで三代の間、春に耕し秋に刈り入れるという農作を生業として家豊かに暮らしてきた。正太夫の一人息子の正太郎というのは、百姓を嫌って、酒に溺れ、色にふけって、なかなか父の言いつけを守ろうとしない。そこで両親はこれを嘆いて、密かに相談して言うには、ああ、どうかちゃんとした人の娘で、器量のいい人を正太郎の嫁にもらったならば、
あの子の身持ちも自然と良くなるに相違ない、と言って広く国中を探し求めたところが、幸いに仲立ちする人があって、吉備津神社の神主、笠田美希の娘は生まれつき優美天下で教養があり、父母にもよく紅葉を尽くして、その上和歌もうまく読み、琴も上手に弾きます。もともと笠田家は、吉備の鴨分けの子孫で家柄も正しいのですから、あなたの家がこれと縁組みなさることは、きっと良いことがあるでしょう。この縁談が成立するのは、私としても願うところです。あなたのお考えはいかがでございますか?という。この話を聞いて正太夫は大層喜び、いいお話を聞かせてくださったものです。このことは私の家にとっては家運長久のもとですが、笠田家はこの国の名家であり、私どもは宇治素性も卑しい農民です。家柄が釣り合いませんから、先方ではおそらく承知なさいますまい、という。仲人の老人は笑顔を作って、あなたのご謙遜も甚だしい、私がきっとうまくまとめて結婚という運びにいたしましょう、と言って、その足で笠田家を訪ねてこの縁談を持ち込むと、笠田も喜んで妻に相談したところ、妻も同様に乗り気になってこう言った。うちの娘ももう17になりましたので、毎日良い相手はいないものか、そういう人のもとへ片付けたいものだと、私はそればかり考えて、心の休まる暇もございませんでした。いいお話ですから、早く吉日を選んで、結納を取り交わしてください、としきりに勧めたので、話は早くも決まって、この旨を伊沢に返事した。そして、すぐに結納を十分手厚く整えて取り交わし、行動吉日を選んで結婚式を挙げることとなった。笠田はこの上なお娘の幸福を神に祈るために、巫女や羽振り部を集めて神前に御湯を備える御釜払いの神事を執り行った。そもそもこの社に帰省する人は、数多くのお供物を神前に備えて、御釜払いの御湯を賜り、それによって事の吉凶を占うのが常である。巫女が祝詞を奏し終わり、御湯が湧き上がるときに、吉兆ならば釜の鳴る音が、牛の吠えるように大きくなる。反対に凶兆ならば、釜は鳴らないのである。これを吉備津の御釜払いという。ところが、笠田が御釜払いをしてみると、この縁談を神がご機能にならないのか、釜は秋の虫が草むらで巣立くほどの小さな声さえ出さない。そこで、疑惑を抱いた笠田は、この印について妻に相談した。しかし、妻は一向に疑わず、御釜が音を出さなかったのは、羽振り部たちの身が汚れていたからでしょう。すでに結納を取り交わした上、夫婦となるべき約束をしたからには、たとえ先方が旧敵の家であっても、また遠い他国の人であっても、約束を変えてはならないと聞いておりますのに。とりわけ、伊沢は誉れある部門の光栄で、家風の正しい家と聞いておりますから、今私の方で断っても承知いたしますまい。ことに娘は、婿となるべき人の美目秀麗なのをどこからか噂に聞いて、胸ときめかし、婚礼の日を指折り数えて待ち遠しく思っている様子なのを、もしも今の悪い話でも聞こうものならば、どんな無分別なことをしでかすか知れません。その時になって後悔しても、取り返しがつかないでしょう。と、言葉を尽くして夫を説き伏せようとしたが、これも母親の立場からすれば当然の心持ちであろう。これを聞くと、夫ももともと望ましい良縁のことであったから、これ以上深くは疑わず、妻の言葉に従って、ここにやがて結婚の式を挙げ、
両家の親類縁者相集まって新夫婦の契りの末永くあらんことを祝ったのである。笠田の娘の磯良は伊沢家に嫁いでから朝は早く起き夜は遅く床に着くというように毎日精を出して働き、常に姑のそばを離れずにまめまめしく仕え、夫の性質を飲み込んで夫に気に入られるように真心を尽くして貸し付いたので、伊沢の両親は磯良の孝行定説に感心していい嫁をもらったと、その喜びは一通りではなく、また夫の翔太郎もその誠意に感心して愛おしく思い、ちぎりも細やかに仲睦まじく暮らしたのであった。しかし将来のわがままで放蕩な性質というものはどうにもならないものである。いつとはなしに翔太郎は友の津の袖という遊女と深く馴染んで、ついにはこれを見受けし、近くの里に小宅を構えて住まわせ、そこに幾日も入り浸っては家に帰らないようになった。磯良はこれを悲しく思って、ある時は親たちが怒っていることにかこつけていさめ、またある時は夫の浮気な心を恨み嘆いたが、夫は妻の言うことなど全く上の空に聞き流して、その後は一ヶ月以上も帰宅しないようになった。姑正太夫は、磯良の心情あふれるいじらしい振る舞いを見るに見かねて、翔太郎をきつく叱ると、ついに一室に監禁してしまった。磯良はこのことを悲しく思って、朝夕、ことに万事に気をつけて、かいがいしく夫に仕えるとともに、また一方では、袖の翔宅の方へも密かに物など届けてやって、真心の限りを尽くしたのである。ある日のこと、父が家にいない隙を見て、翔太郎は磯良をそばへ呼ぶと、甘い言葉で、そなたの真心こもった心尽くしを見て、今では自分が悪かったとつくづく後悔している。この上は、あの女と手を切り、生まれ故郷へ送り返して、それで父上の怒りをなだめ和らげるとしよう。あれは播磨の稲美野の出身であるが、親もなくて不幸な卑しい境遇にいるので、つい不憫に思って情をかけてしまったのだ。もしも今私に捨てられたならば、きっとまた再び港町の遊女に身を落としてしまうだろう。同じ勤めをする身であっても、都は人の情も厚いところであるというから、あれを都へ連れて行って、ちゃんとした人のもとに使いさせたいと思うのだ。それにしても、私がこうして軟禁されて尋ねてもやれないので、さぞ万事につけて不自由で困っていることだろう。都へ行く旅費と衣類といっても、誰も工面してやるものもないありさまだ。そなたがこれを工面して、あれに恵んでやってはくれないか、と熱心に頼むのを聞いて、磯良も大層喜び、そのことならご安心くださいませ、と言って、密かに自分の着物や手回りの道具を売って金に換え、その上なお実家の母に作り事を言って金をもらい、それを夫に渡した。翔太郎はこの金を手にすると、こっそり家を抜け出し、袖を連れて都の方へ出奔してしまった。これほどまでに徹底的に騙されたので、磯良の昇進は大きく、ついに重い病の床に伏す身となった。伊沢、笠田両家の人々も、今は翔太郎を憎み、磯良を憐れんで医者にかけ、ひたすら回復を望んだが、その甲斐もなく、磯良は日増しにだんだんかゆさえ喉を通らないようになって、到底回復の見込みがないような状態になった。さて、ここ播磨の国、稲見郡荒井の里に彦六という男がいた。彼はそれとはいとこという近い血縁関係にあったので、翔太郎たちは
まずそこを訪ねてしばらく逗留することにした。彦六は翔太郎に向かって、都がいかに人情の厚いところだからといって、都人みんながみんな頼もしいというわけでもありますまい。それよりはここにお住みなさい。一つ釜の飯を分け合って、お互いに助け合いながら生活しようではありませんか。と頼もしいことを言ってくれるので、翔太郎もほっとして気持ちが落ち着き、ここに住もうと心を決めたのである。彦六は自分の家と壁一つ隣のあばら屋を借りて、ここに翔太郎たちを住まわせ、いい話し相手ができたと喜んだ。ところが、袖が風邪気味だと言っているうちに、どこがどうということもなく、ひどく患い出して、もののけにでも疲れたように気違いじみてきたので、翔太郎はまだここへ来て幾日も経たないのに、こんな災難に取りつかれた悲しさに、自分の食事さえ忘れて、ひたすらその看病に当たったが、袖はただ声を上げて泣くばかりで、発作が起こると、いかにも胸苦しく耐えられない様子を見せ、熱が冷めると、普段と変わらない様子を見せる。生き量のたたりであろうか、もしかしたら、故郷に捨ててきた妻が、怨霊となってたたりをしているのであろうかと、翔太郎は一人胸を痛めるのだった。彦六は翔太郎が気を回して不安があるのをいさめて、どうしてそんなことがあるものですか。疫病が非常に苦しいものであるということは、私はこれまでも実際に数多く見てきました。熱が少し冷めると、まるで夢の後のように、それまでの苦しさなど、けろりと忘れたようになるものです。と無造作に言うのだけがいかにも頼もしく思われた。しかし看病の印は少しもなく、袖の病気はみるみるうちに悪化して、発病してから7日で死んでしまった。翔太郎は天を仰ぎ、地をたたいて我が身の悲運を泣き悲しみ、自分も一緒に死んでしまいたいと狂気のようになったが、彦六はそれをいろいろ言い慰めて、この上はもう仕方がないでしょう、と言って、ついに火葬にしてしまった。骨を拾って墓を作り、外場を建て、僧に頼んで手厚く菩提を弔ったのである。ここに至って、翔太郎は地に伏して、亡き袖のいる冥土を慕ってみたが、死霊の霊をこの世に呼び戻す昇魂の方を求める術もなく、さればとて天を仰いで捨ててきた故郷のことを思うと、それはかえって冥土より遠く隔たった気がして、身体極まり、途方に暮れて、昼は終日ずっと寝て暮らし、夕方になると、毎夕のように墓にもう出たが、見るといつの間にか墓にも小草が生えて、檻から巣立く虫の声も、なんとなく物悲しい思いを誘うようだった。古家のように、この秋のわびしさは、我が身の上にだけ集まったと、秋のわびしさ、身の寂しさをしみじみ痛感していると、他にも自分と同じような不幸な目に遭った人があると見えて、傍らに新馬鹿がある。この新馬鹿に詣でる女を見ると、いかにも悲しげな様子をして、墓前に花を手向け、水を注いでいるので。ああ、お気の毒に、まだ裏若いあなたが、こんな人里離れた寂しい荒野へ、お墓参りにいらっしゃるなんて、と声をかけると、その女は振り返って。私がいつも夕方お参りいたしますと、あなた様はきっと私より先にお参りなさっていらっしゃいます。近いお身内の方にお別れなさったのでございましょうか。ご心中お察し申し上げますと、お気の毒に存じます。と言って、さめざめと涙を流した。翔太郎は答えて、おっしゃる通りでございます。十日ほど前に、愛しい妻を亡くしましたが、私一人後に取り残されて、頼りを失い心細いので、
ここにお参りすることだけをせめてもの心の慰めとしているのでございます。あなたもきっと同じようなご事情がおありなのでございましょうね、という。女は、いいえ、私がこうしてお参りに参りますのは、ご主人様のお墓で、某月某日にここへ埋葬申し上げたのでございます。家に残っていらっしゃる奥様があまりにもお嘆きになられて、そのためにこの頃では重いご病気におかかりになられたので、こうして私が代わりにお参りして、効果をお供え申し上げているのでございます。という。それを聞いて翔太郎は、奥様がご病気になられたのも、まことにごもっともなことでございますよ。それで、一体亡くなられた方はどういうお方で、お住まいはどちらでいらっしゃいますか?と聞く。女は答えて、ご主人様は、この地方では由緒ある家柄のお方でいらっしゃいましたが、人の残言にあって、地位も領地も失い、その後はこの家の片隅にわび住まいをしていらっしゃいました。奥様は隣国にまで評判の美人ですが、この奥様のことが原因となって、家も領地も失ってしまわれたのです、と語る。この話を聞くと、翔太郎は例の浮気心が起こったわけではないが、なんとなく心を惹かれて、さて、奥様が一人寂しく住んでいらっしゃるところは、ここから近いのですか?お尋ね申し上げて、同じような悲しみを語り合い、互いに心の憂さを慰め合いましょう。一緒にお連れください、という。女は、家はあなた様がいつもおいでになる道から少し横に入った方です。奥様も頼りになる方を失って心細くいらっしゃいますから、折々はお尋ねください。きっとお待ちかねでいらっしゃいますよ、と言うと先に立って歩き出した。200メートル余り来ると細い小道があった。ここを入ってなお100メートルほど歩くと、薄暗い林の中に小さなかやぶきの家があった。竹の網戸ももの寂しく、折から7日過ぎの上弦の月の光が明るく差し込んでいて、広くもない庭の荒れ果てているのまでもはっきりと見える。かすかな灯火の光が窓の障子を漏れているのも、なんとなく寂しい風情である。ちょっとここでお待ちくださいませ、と言って女は家へ入った。翔太郎は苔むした古井戸のそばに立って、家の様子を覗いてみると、襖が少し開いている間から、灯火の光が風に吹き煽られてチラチラし、その光を受けて立派な黒塗りの違い棚がキラキラと輝いて見えるのも奥ゆかしく思えた。そこへ女が出てきて、あなた様がお尋ねくださったよしを奥様に申し上げましたところ、奥様は、どうぞお入りくださいませ。物腰にお話申し上げましょうとおっしゃって、部屋の隅の方へいざり出ていらっしゃいました。さあ、あちらへお入りください。と言って、前庭を回って奥の方へ案内した。二間の表座敷を見ると、人の入れるぐらい焼けて、低い屏風を立て、そこから古い夜着の端が見えて、奥様はここに伏していると思われた。翔太郎はそちらに向かって、ご主人様に亡くなられて、その上ご病気にまでおかかりになられたと伺いましたが、私も先日、愛しい妻に死なれましたので、同じような悲しみを味わっておりますが、せめてお互いに心の悲しみを話し合って慰め合おうと思い、厚かましくもお伺いしたようなわけです、と言った。すると女主人は屏風を少し引き上げて、久しぶりでお目にかかるものですね。これまでのひどい仕打ちに対する報いがどんなものであるか思い知らせてあげましょう。というので、翔太郎はびっくりして、よく見ると、
それこそ故郷に捨ててきた妻のイソラであった。その顔色はひどく青ざめて、ドロンとした目つきはものすごく、こちらを指さす手が青く痩せ細っているのが恐ろしく、翔太郎は思わず、ああと叫ぶと、そのまま倒れて気を失った。しばらく経って息を吹き返した。そっと細目を開いて眺めると、さっき家だと思ったのは、以前からある墓地の中の慰霊堂で、古びて黒ずんだ仏像が立っていらっしゃるだけであった。翔太郎は急いで立ち上がると、遠くの人里で吠える犬の声を頼りに、家に走り帰り、彦六にこの一部始終を話した。彦六は、なあに、多分狐にでも騙されたのでしょう。心がめいってビクビクしているときは、きっと迷わし神がつくものですよ。あなたのようにひ弱な人が、こんな悲しみの淵に沈んでいるのはいけないことですから、神仏に祈って、心を沈め落ち着けなさい。戸田の里にありがたい祈祷師がいます。そこへ行って身を清めてもらい、魔除けのお守り札もいただいていらっしゃい。と言うと、翔太郎を連れて祈祷師のもとへ行き、この出来事を初めから詳しく話して、このことを占ってもらった。祈祷師は占い考えてこう言った。災いがすでにあなたの身に切迫していて、これは容易ならぬことです。この怨霊は先に女の命を奪い、それでも恨みはなお尽きずに、今度はあなたを狙って、あなたの命も今夜か明朝かというところまで迫っているのです。この怨霊が世を去ったのは7日前のことですから、今日から42日の間は、固く戸を閉めて、厳重な謹慎をなさい。私の戒めを守るならば、九死に一生を得て、命だけは取り留めることができるかもしれない。しかし、たとえ一時たりとも、この戒めを破ったならば、死を逃れることはできませんぞ、と厳しく戒めると、翔太郎の背中から手足の先に至るまで、中国古代の書体のような文字を書き、その上手書きした紙のお守り札をたくさん与えて、このまじない札を戸口という戸口に貼って、ひたすら神仏に祈りなさい。戒めに背いて身を滅ぼすことがあってはなりません。と教えたので、翔太郎は一方では恐れながらも、また一方では喜んで、家に帰り、お守り札を角口に貼り、窓に貼って厳重な謹慎生活に入った。その夜、真夜中の頃、戸口から恐ろしい声で、ああ、憎らしい。ここに尊いお札を貼り付けてあるな。とつぶやくのが聞こえたが、それっきり二度と声がしない。翔太郎は恐ろしさのあまり、夜の長いのを嘆いた。間もなく夜が明けたので、ほっと生き返った思いで、急いで彦六の家との境の壁を叩いて彦六を起こし、昨夜のことを話した。彦六もこれを聞いて、今さらのように祈祷師の言葉がその通り的中したのを、いかにも不思議だとして、自分もその夜は寝ないで、真夜中になるのを今や遅しと待ち暮らした。松を吹く風が、物を吹き倒すかと思われるほど激しく、その上雨さえ降って、何か異変でも起こりそうな不気味な夜の気配に、翔太郎と彦六は壁を隔てて声を掛け合っていたが、やがて2時ごろになった。その時、翔太郎の家の窓の障子に、さっと赤い光が差して、ああ、憎らしい。ここにも貼ってあるな。という声がしたが、その声は深夜には一層ものすごく、翔太郎は髪も身の毛もよだって、しばらくは気を失ってしまった。夜が明けると、前夜の恐ろしかったことを語り、日が暮れると、ただもう早く夜が明けないかと朝が待ち遠しく、こうしてこれからの数十日間というものは、
まるで千年の月日を過ごすよりも長く思われた。かの怨霊も、毎夜毎夜、家の周りを巡ったり、あるいは屋根の胸のあたりで叫んだりして、そのいかれる声は、一晩増しにものすごくなってくる。こうして四十二日という最後の夜になった。今はもはや今夜一晩で物意味も終わるところまで来たので、とりわけ固く謹慎して過ごすうちに、やがて夜明けの空がしらじらと明るくなった。翔太郎は長い夢から覚めたような気がして、すぐに彦六に声をかけると、彦六も境の壁際に身を寄せて、どうしました？と言う。翔太郎は、重い物意味もすでにすっかり終わりました。このところちっとも貴兄のお顔を見ません。懐かしさも懐かしいし、またこの一ヶ月余りの辛さや恐ろしさを思う存分話し合って、心を慰めたいものです。起きてください。私もそちらへ出て行きましょう。と言う。彦六は元来が思慮の浅い男なので、もう大丈夫ですよ。さあ、こちらへおいでなさい。と言うと、戸を開けかかったが、半分も開けるか開けないうちに、翔太郎の家の軒のあたりで、ああと叫ぶ声が耳をつんざいて、思わず尻餅をついた。これは翔太郎の身の上に何か起こったに違いないと思って、斧を引っ提げて大道に出ると、さっき翔太郎が明けたと見た夜は、実はまだ暗く、月は中空にありながら、光がぼんやりとおぼろげで、初冬の風は冷たく吹き、さて、翔太郎の家はと見ると、戸は開けたままで、当の翔太郎の姿は見えない。家の中にでも逃げ込んだのであろうかと、中に飛び込んでみたが、見えない。どこにも隠れることのできるような広い家でもないので、それでは大道にでも倒れたのだろうかと探し求めたが、その辺には影も形もない。一体どうなったのであろうかと、あるいは怪しみ、あるいは恐れながら、灯火を振って明るくしてあちこちを見回ると、開け放した翔太郎の家の戸脇の壁に生々しい血がかかって、それが流れて地に伝っている。しかし、屍も骨も見当たらない。なおよく月明かりで見ると、軒の端に何か引っかかっている。灯火を高く差し上げて照らしてみると、男の髪の元取りだけが引っかかって、他には何一つない。浅ましくも、また恐ろしいことは、到底必死に尽くすことができないほどであった。夜が明けてから近い野や山を探し求めたが、ついにその形跡さえ見つけることができずにしまったのである。そこで、このことを伊沢の家へも知らせてやったので、伊沢でも涙のうちに笠田家へも知らせた。こういうわけで、祈祷師の占いが的中して、その通りになってしまったことといい、また、お釜払いで告げられた協調が、とうとうそのまま事実になってしまったことといい、真意は誠に尊いものであったと、この話とともに、世の人々は語り伝えたのである。こういうわけで、祈祷師の占いが的中してその通りになってしまったことといい、また、御釜払いで告げられた協調が、とうとうそのまま事実になってしまったことといい、真意は誠に尊いものであったと、この話とともに、世の人々は語り伝えたのである。